皆さんこんにちは、ナイトです。ということで本日は久々の一人旅に行っていきたいと思います。パチパチ、緊急事態宣言も明けたんでね、久々の一人旅再開したいと思います。僕千葉県に住んでるんですけど、同じ千葉県内での旅行を楽しみたいと思います。で今回もほぼノープランなんですけど、泊まるところだけは決まってます。今回ですね、竜宮城スパホテル三日月、そこにね1泊2日で行っていきたいと思います。そしてね、今回はね自分で運転してね向かいたいと思います。ただですね、買ったキャンピングカーはまだ届かないので、レンタカーのフィットで運転していきたいと思います。これめっちゃ運転しやすいんですよ。であとね、旅のお供にこちら、じゃじゃーん。今回スキンケアをですね、こちらのオルビスのミスターシリーズというものでねやっていきたいと思います。旅先でもね、お肌のスキンケアは重要なんでね、こちら持っていきたいと思います。であとですね、このトライアルセットってのもありますね。これはね、あの小さめで全部入ってるんで、旅先とかにね持ち歩きやすいですね。これを持ってスパホテル行きたいと思います。はい、ということで、ただいま高速に乗ってきました。うわ、幕張パーキングがある。 1.7 キロ先行こう。まだ出発してね、ちょっとですけどね、パーキング行きます。はい、幕張のパーキングでございます。幕張パサールというね、こちらサービスエリアに来ました。ここで軽くね、軽食でも買いましょうか。はい、ということでパーキングでこちらのレンコンつくねを買いました。つくねの中にレンコンが入ってるってやつですね。これをちょっと一番初めの食べ物としましょう。まるまるでかいつくね、串が2本刺さってるもん、支えきれないから。いただきます。うん、見て、わかるかな、中にレンコンがザクザク入ってる。食感がいいね。こんなでっかいけどね、ペロリといけちゃうわ。うん、これでね、エネルギー補給できたんでね、竜宮城スパ運転頑張っていきたいと思います。はい、ということでまた車に戻ってね、運転しております。あと40分ぐらいですね。ちょっと走って行ってきたいと思います。道がね、めっちゃ空いてるんでね、予想よりもね早く着きそうです。安全運転で、ね、あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってお兄さん、ちょっとパーキングエリアありました。2回目のパーキングエリア見つけたら、ちょっとこれ寄らずにはいられないよね。1キロ先、市原パーキングエリア。ちょっとパーキングエリア、サービスエリアマニアとしてはですね、寄らない手はないですね。到着はどんどん遅れますけど、行きましょう。ちょっと、おい、なんか常夏感あるな。見て、でっかいヤシの木。市原パーキングいいですね。同じ千葉県民でも僕市原の方あんまり来ないんですよ。だから新鮮ですね。千葉県にいても結構広いんでね、市によって全然ね行ったことないところがねたくさんあるんですよ。はい、ということで買ってきました。2品目こちら、じゃじゃん、タコネギ棒天、さつま揚げみたいな、かまぼこみたいな感じですね。で中にタコとネギが入ってるってものです。360円普段。いただきます。あ、すっごいね、たこ焼きっぽい。本当にね、たこ焼きだわ、これ味的には。たこ焼きが棒状になった感じ。このね、ちょっと赤いところ、これがね、タコ。で、ネギもたっぷり。ちょっとね、食べてる最中にね、カメラの電源が落ちました。バッテリー切れです。なのでね、今 iPhone で撮ってるんですけど、もう次こそはいよいよ、もう寄らないです。もうサービスエリア、パーキングエリア寄りません。もうまっすぐ向かいたいと思います。夕方になっちゃうんでね、皆さんご安心ください。さあ、それでは行きましょう。残り30分ぐらい。はい、ということで到着しました。こちらがホテル三日月竜宮城スーパーでございますね。本当にね、海辺に面してますね。でこの建物全部はね、竜宮城なのかな、かなり広いです。で向こうにね、スパがある感じですね。じゃあ早速ね、チェックインの方していきたいと思います。予想以上に遅れてしまった、サービスエリアのせいだ。はい、こちらの富士見亭、立派ですね。さあ、この中でチェックインしていきます。見晴らしがとってもいいですよ。綺麗ですね。反対側が海かな。はいはい、ワクワクするぜ、ワクワクするぜ。で、スパ棟はまた別にね、巨大なのがあるらしいんですよね。ちょっと行くのが楽しみ。おっと、1009。よし、合ってるな。開いた。行きます。オープン。じゃららら、たたーん。ほっくら。さあ、鍵をここに差し込んで。どういう作りになってんだ。まっすぐ廊下があって、あ、で右手側にじゃじゃん、おお、すごい
雰囲気素敵ですね。和室のお部屋だ。で、新しいね、やっぱり。畳のね、いい匂いがするもん。すっげえいい。雰囲気最高。そしてさらに右手側に、わおエロティック、すごいセクシー。和風なんだけど、モダンな雰囲気があって、とっても素晴らしい。素敵。この和のモダンな感じが素敵だね。で、広いです、かなり。ここ二人部屋ですね。ベッドが二つで。二人部屋にしてはね、かなりのスペースありますね。素晴らしいね。で、そしてこっちのね、和室の部屋もね、かなり快適に過ごせるぐらいのね、広さありますね。さあ、そして、お茶受けは何でしょうか。じゃじゃーん。うえ、一つ、千葉の稲穂だより、お米クッキー。はい、初めて見ましたけど。一つだった。そしてこっち側行くと、お風呂場かな。はい、ちょっとつけてみましょうか。洗面台あって、で、こっちがお風呂、見てみましょうか。え、開かないんだけど。どうやって開くの？横？あ、いた。うわあ、みんな見て、オーシャンビューでございます。一面海、これ見晴らしやば。部屋に面して海がね、一望できるようになってんだ。あ、そして見て見て見て、プールだ、プール。こっちのプールはもう終わっちゃってるね。なので夏の間だけはこの下でプールやってるんだけど、スパがね、反対側にあるので、ね、後で見てみましょう。めっちゃ最高。見晴らす限り、まあ、ちょっと曇り空だけどね。うわ、いや、これはリラックスできそう。で、お風呂もですね、これタイル張り、なんか石っぽい感じですね。あの陶器の感じじゃなくてね、石っぽい感じで高級感があります。はい、いや、久々の旅だからね、やっぱテンション上がるわ。これはリフレッシュに最高だわ。で、あとこっちがトイレですね。あんまトイレはね、一般的な清潔なトイレです。やっぱね、緊急事態宣言明けてよかったですね。緊急事態宣言中ね、やっぱ旅好きの人とかはね、どこにも行けなくてね、ストレスかかってたと思うんですよ。これからね、徐々にね、行動範囲広げられると思うんでね。いやー、やっぱリフレッシュになりますね。旅好きの人ってね、やっぱ同じ場所にいるとね、どんどんね、気分が塞がっていくと思うんですよね。だから定期的にね、違った場所行かないとね。僕なんて典型的にそうですね。ずっと家にいると病んでくんだよ。なんか気分が塞がってくんの。だからやっぱ1ヶ月に1回はね、遠く行きたいタイプなんですよね。これでね、もう緊急事態宣言が、ね、出ないことをね、願いますね。さあ、ちょっとこっちも出たい。ここのバルコニー出てみましょう。はい、バルコニー。最高やん。最高な景色やん。風が気持ちいい。で、向こうが工業地帯。で、工業地帯がね、ちゃんと見切れるようにね、こっち側にね、綺麗な海がね、地平線が見えるようになってますね。で、ここに座ってね、朝日とか見たら最高じゃん。うわ。あー、感動する。やっぱ旅っていいっすね。いろんなとこ行きたい。日本全国、そしてさらにね、世界もね。やっぱそれを動画でね、伝えるっていうのがね、俺が一番やりたいことなんでね。いやー、長かったけどね、みんな大変だったけどね、よかったっすね。これが続くことを願います。はい、みんなもね、自粛頑張った皆さんもこの映像で癒されてくれれば僕も幸いです。ということで、館内着に着替えました。ド派手でしょね、いいでしょ。これ食べていいですか。千葉の稲穂だよりお米クッキー、これ名物なのかね。なんか思ってたの違った。ちょっとチョコレート菓子っぽい感じね。いただきます。うん、すっごいお米の香り。噛んだ一口目でお米の香りがブワーッと広がる。あ、で、後から甘みが広がってくる感じで。うん。ザクザク感がすごい。うん。うまこれ。これめっちゃ美味しい。一見ね、ありきたりのクッキーかなと思ったけど、しっかりね、お米使ってるっていうのが分かってる。これいいわ。さすが千葉県。千葉県の名産だ。うまい。じゃあちょっとこの後、まだね、食事まで時間あるんで、外をね、散歩してブラブラしてね、リフレッシュしたいと思います。やっぱ海見に行きたいね。行きましょうい。今ね、外に出てきたんだけど、急に雨が降ってきた。いやーん、雨が降ってきてる。まあね、土砂降りになる前に着いてよかったと考えましょう。ちょっと海の方まで行きたかったんだけど、結構強くなってきそう。まあ今日ずっと曇ってたからね、よく耐えてくれてたと思うわ。今ね、ちょっとホテルの裏側にね、回ってきたんですけどね、見てください。こちら、おしゃれテラスみたいになってんの。すっごいおしゃれなね、椅子と、あと奥ではね、焚き火もできそうなんですよね。
今の時期はやってないのかもしれないですけど、ほらここでね、焚き火、巨大な焚き火台があるんですよ。ここで火を起こしたり、だからね、ここで座りながら、そしてですよ、振り返ると一面オーシャンビュー。しかもちょうど今ね、夕方で夕日がね沈む感じのオレンジ色が綺麗ですね。おお、具合によってはもう真っ白になっちゃうけど、ちょうどいい時期ですね。いや本当にね、夕日朝日はめっちゃ綺麗に見えると思いますね。雨がちょっと強くなってきたんですけどね、ここを見れてよかったです。はい、ということで部屋の方に帰ってきました。で、食事の時間までね、あと2時間ぐらいなんですよ。19時から食事なんで、ちょっと先にね、この内風呂入っていきたいと思います。でですね、今回持ってきたこちら、じゃじゃーん、オルビスのミスターシリーズを使ってね、洗顔保湿の方やっていきたいと思います。どうすか、みんなはね、肌のケアやってますか？このね、ブログのね、視聴者って男性が多いんですけど、俺とね、同い年ぐらいの人が多いと思うんですけど、結構ね、やっぱ30代超えてから肌をケアしてるかどうかで違いが出てくる年だと思うんですよね。なので、気使うに越したことはないんで、早め早めにね、やっていくことが重要だと思います。で、俺はね、今のところ、肌ね、綺麗な状態はね、保ててるかなと思います。はい。まあ、体質もね、もちろんあると思うんだけど、今のところね、ニキビとか、吹き出物とかっていうのはね、ない状態を保てております。でですね、特に男性はですね、なんと女性よりもね、肌がセンシティブらしいんですよ。肌の水分量は女性の3分の1。そのくせに皮脂量は3倍もあるという。なんともね、残念なんですよ、男性の方が。だから、より一層ね、気をつけていかないといけないということですね。今のね、20代とか10代はもう当たり前になってると思うんですよね。男でもちゃんと肌保湿するとかね。で、日焼けもね、気をつけるみたいな。だけどね、俺たちの世代ってね、ほんと微妙じゃない。ただ、やっといた方がいい。やっといた方がいいに越したことはないですね。なので、ね、僕もね、今後も気をつけてくるんでね、みんなも一緒に肌綺麗な男を目指していきましょう。で、今回使うのが、まずはじめ。オルビスのミスターウォッシュ、これが洗顔ですね。これを使った後にオルビスのミスターローション、これがですね、化粧水ですね。化粧水をきちんとなじませて、そして最後オルビスミスターモイスチャー、これがですね、保湿液です。なのでこれでしっかりと蓋をする。これでこの3ステップで完了です。で、このね、順番にね、3つ使うと潤いコネクト設計って言って、このね、3商品がよりお互い馴染みやすい設計になってるんですよ。なのでね、今回ね、この3ステップ、しっかりね、守って肌をきれいにしていきたいと思います。それでは早速内風呂いきましょう。さあ、だんだんとね、日も落ちてきて、こちらの内風呂入っていきたいと思います。あるわよっと、来いよ来いよ来いよ。それではなっちゃんのお着替えシーンいきますよ。せーの、よいしょー、はい、着替えました。いや、最近ね、やっぱライズアップ終わってからね、1年は経たないか、半年ぐらいちょっとずつね、プニプニになり始めてるんでね、怖いですね。ちょっと力入れつつね、お風呂入りたいと思います。はい、はい、満タンになりました。よし、それではお風呂入ります。熱い、ちょっと熱いな、熱いな、ちょっと待って、43度ぐらいだよこれ。雨でね、冷えてたからね、体が。はぁ、マジで落ち着いちゃう。ちょっとね、ああ、いいね、風が入ってきて、涼しい。ちょっとしたね、露天風呂感覚も味わえますね。たまりませんな。じゃあね、しっかりね、汗をかいて毛穴も開いたところでね、しっかりと洗顔していきたいと思います。まずこちら、オルビスのミスターウォッシュでやっていきたいと思います。これ見てください、ちょっとね、灰色っぽいんですよ。墨とクレーが入ってて、これでね、しっかり皮脂をね、落としてくれるらしいんですね。これくらいの手のひらに取って、しっかりと泡立てていきます。はい、ということでね、しっかり両手で泡立てるとね、こんな濃密な泡ができます。もう手からね、離れないくらい優しくね、やっぱりね、こすっちゃダメなんですよ。優しく、もう本当にパークするような感じで、で、くるくるとね、内側から外側に円を描いてあげるように優しく慣れていきます。はい、よし。すっごい顔になってるけど、さあ、これを流していきますよ。あー、さっぱり、あー、ツルツルになってる感じがします。はい、今日一日のね、汚れはね、しっかり落としました。よいしょー、あー、いい湯でした。さあ、そして浴衣にもね、着替えて、
で、上がったばっかりのね、すぐに早速ね、こちらの化粧水とね、保湿液やった方が効果が高いんでね、やっていきたいと思います。オルビスミスターローションからまずいきたいと思います。2プッシュぐらいね、やって、うん、スーッと肌に馴染む感じがしてね、中に浸透してる感じがする。これで潤いをね、プラスされてみずみずしい肌になってくれたら嬉しいね。はい、でしっかりね、手でもプレスして浸透させていきます。 OK、 さあ、そしてね、これで潤いを与えてあげた次は、はい、こちらオルビスミスターモイスチャーで、これも伸ばしていきます。うん、軽いつけ心地でね、ベタベタしない感じで、うん、いいですね。さあ、皆さんいかがでしょうか。綺麗な肌になっておりますでしょうか。うん、スベスベしてますね。うん、いい感じじゃないでしょうか。 OK。 で、今回ね、使ったね、3つ全てにですね、浸透型ヒアルロン酸と浸透型コラーゲンが含まれてるんですよ。なので、これでね、肌に潤いを与えて綺麗な肌に導くという、やっぱね、この3ステップがね、大切ですね。ということで、完全にね、これでね、綺麗な体、綺麗な顔になって、美味しいお食事いただきたいと思います。食事楽しみですね。さあ、ということで、ついにお食事が届きました。一番楽しみなお時間です。それでは早速、こちらが今日の晩御飯です。じゃじゃん。まだ中身はわからない。さあ、お重の中に入ってますね。早速開けてみましょうか。まず1段目オープン。じゃじゃん。おーおーおー、伊勢海老やん。ちょっと待って、伊勢海老入ってるよ。伊勢海老、そして天ぷら、そしてね、こっちあんかけみたいな牡蠣だね。牡蠣のあんかけみたいな感じですね。いいですね。そして2段目いくよ。2段目オープン。じゃじゃん。おーっと、お刺身だ。やっぱりね、海沿いですからね、お刺身ですね。そしてエビチリみたいな、これエビチリっすね。で、アワビ、アワビ入ってる。やった、アワビ。そしてなんかキッシュみたいな、急にキッシュ。で、こちらが白ご飯ですね。で、こちらお味噌汁かな。あ、お吸い物、これ松茸かな、松茸のお吸い物。そしてこちらなんだ、でれー、うわうわ、サーロインステーキ出ました。たまりませんな。さあ、それでは火をつけて、よし、それでは早速いただいていきたいと思います。それではいただきます。じゃあ、まずはお吸い物からいきますか。これ松茸だよね、見てこれ。いただきます。うん、松茸かどうかわかんないけど、秋の香り。あー、優しい、体に染み渡るこの程よい塩味。うわー、もう超腹減ってる。じゃあ、お刺身いこう。これ何何、コメント欄で教えて。イワシ、サバ、いただきます。うん、あ、お酢で締めてある。うん、いい締め具合。はい、続いてこれ、これはタイじゃない、これタイ。表現するかどうかわかんないけど、ネチョネチョしてんの。噛むたびにネチョネチョってね、旨味がね、溢れ出してくる感じ。そして面白いのこれ、エビチリだよね。エビチリもある。はい、エビチリ。結構エビチリってさ、エビマヨか、エビマヨだ、エビチリじゃなくてエビマヨ。エビマヨって味濃いイメージあるじゃないですか。かなりね、優しめのお味です。はい、アワビです。いただきます。歯ごたえがいいね、コリッコリ。これ見てください、伊勢海老が丸ごと半身でね、切ってやってね、一匹丸ごと入ってます。うわ、この味噌の部分超うまそう。あ、身がね、簡単にほぐれる。はい、見てみんな、伊勢海老ちゃん、いきますよ。いただきます。何もつけなくていいのか。ん、何これ。伊勢海老の身ってプリプリを想像したんだけど、なんかね、ほぐれる感じ、コロコロってね、口の中でほぐれていく。伊勢海老ってなんかプリプリってイメージだったんだけど、ちょっと違う感じだ。なんかちょっと調理したのかもしれない。ああ、そうこうしてるうちにお肉が。さあ、そしていよいよ、もういいかな、ステーキ。ステーキいっちゃいますよ。ヒッヒッヒッ、ステーキいっちゃいます。これかな、このソースにつけて。はい、これご飯にバウンドさせます。そしてみんなにクローズアップ、クローズアップからのイントゥーマウス。脂身がめっちゃ美味しい。やっぱいいお肉って脂身めっちゃ美味しくないですか。もう噛んだ時にプルンプルンプルンって感じ。
で、旨味も濃厚で白飯とよく合う。肉とやっぱ白飯最強。うまっ。うん、これを待ってた。私これ待ってた。こういうこと。はい、ということで美味しいご飯もね食べて満足なんですけど、ちょっと待ってください。めちゃめちゃ重要なこと忘れてました。ベッドダイブ忘れてました。久々すぎて忘れちゃいましたよ。ベッドダイブやば。一番の醍醐味と言ってもね過言ではないのに、それだけね一人旅が久々だったってことですね。やりましょう。気合い入れて。よし。さあ、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。ベッドダイブ行きましょう。お手を拝借。緊急事態宣言明けておめでたい。さあ、みんなも旅に出かけましょう。さあ、皆さん手拍子をお願いしますよ。よいしょ。ベッドは少し固めですね。決まった。決まった。やった。危ないとこだった。瞬間最高視聴率。はい。あー、今チャット欄がすごい盛り上がってる。うわ、チャット欄がすごい。うわー、おめでとうパチパチパチがすごい流れてる。チャット欄で、うわ、コメント欄もすごい。コメント欄でみんな、うわ、久々に見れて感動しました。涙が出てきます。ありがとうございます。たくさんのスパチャありがとうございます。いやー、感動ものですね。涙がちょちょ切れるのは久々にできて嬉しいです。これからたくさんやっていきたいと思います。いろんなホテル、いろんな都道府県のベッドにダイブしていきます。皆さんチャンネル登録してお待ちください。よし、じゃあこの後はですね、スパ行ってみます。あのスパが調べたらなんとね10時まで入るんですよ。あの昼間だとめっちゃ混んでて、あの撮影が難しいかなと思ったんですけど、夜だったらさすがに空いてると思うんで、許可も取ってるんで、ちょっと夜にこっそりちょっと行きましょう。それじゃあスパの方移動していきます。はい、ということで着きました。こちらがねスーパー施設になります。いいね、22時ぐらいまでやってるってことね、嬉しいですね。さあ、ここでスパでリフレッシュしていきたいと思います。はい、ということで一人でプールできました。すごいね、ここが22時まで疲れてくるので、ここで久々にね運動して脂肪を落としたいと思います。バキバキの体に、ね、戻さないと。最近ね寝つきが悪いんで、いっぱいね体動かさないとね寝れないんですよ。なのでここで、ね、たくさん泳いでカロリー消費してねぐっすり寝たいと思います。はい、ということで帰ってきました。いやー、結構泳いで、その後にね、あの大浴場もあるんですよ。そこもね、ゆったりできましたね。温泉もあったりして。そしてね、戻ってきてね、しっかりスキンケアもまた再度行って。はい。これで寝ましょう。明日はね、朝朝食がね、また楽しみですね。ただ早いんだ。朝の7時。YouTuber が絶対起きてない時間帯に朝食食べます。はい、よし、じゃあベッドで寝ましょう。よいしょ。ういしゃということで、明日は朝食食べた後チェックアウトして、で、この木更津周辺もねまだ全然回ってないんでね、なんかいい観光スポットあったらね巡りたいと思います。それでは皆さん、おやすみ、いい夢見ろよ。おはようございます。本日どん天でございますね。なんか台風が来そうなね天気ですね。ちょっと曇りがすごいですけど、今日一日もね結構余裕がある一日なんでね、楽しんでいきたいと思います。で、もうね朝食届いてます。朝食もいただいちゃいましょう。はい、本日の朝食はこちらです。じゃじゃん。まず納豆でしょ。はい、白ご飯と、またお吸い物、あ、本日はアサリですね。こちらの中にはダラダラ、お、豪華だな。品数が結構多いですね。お刺身、ひじき、そして角煮、プレーンオムレツ、サラダ、そしてサバですね。バランスよくね、和食のオールスターが揃っております。今ね、朝の7時半ぐらい、8時ぐらいなんですけど、こんな朝早く起きて朝食取るってのはめちゃめちゃ久しぶりです。普段ね、朝食食べないんですよ。お腹空かないんですよね、朝に。ただ、旅館とかね、旅先って朝食食べれるんですよ。これ不思議だよね。さあ、それでは目覚めの一杯、アサリの味噌汁いただきます。
しみるね。さあ、そして、はい、赤身いただきます。そしてイカも。やっぱ一人暮らしだとね、こんなしっかりした朝食食べる機会ないですからね。ピーンと。俺角煮とか大好きなんで、ちょっと甘いタレがね好きなんですよ。いいですね、朝ごはん食べるとね、なんかいい一日のスタートを切れる感じがする。目が覚めますね。見てください、外めちゃめちゃ雨降ってます。チェックアウトしてきて次の目的地行こうと思ったんですけど、大雨ですね。これはちょっと残念だね。木更津で結構ね、綺麗めな公園とかあったんですよ。なのでそういうとこ行こうかなと思ったんですけど、この雨じゃ公園行っても仕方ないですね。まあなのでアウトレット、木更津のねアウトレットって超有名で、僕も何回か行ったことあるんですけど、ハイブランドがめっちゃあるんですね。僕普段なかなか買わないけど、アウトレットだったらね1着ぐらい買ってもいいかもしれないですね。ということで木更津のアウトレットを迎えたいと思います。はい、ということで着きました。木更津のねアウトレットパークはですね、ハイブランドが結構いいんですよ。このね奥にはねバレンシアガ、あ、ジミーチョーとかプラダとか、あとはこっちはサンローラ。ここに来れば一通りのハイブランドのアウトレットにはね巡り合えると思いますね。で、僕が前来た時にね、ここでねグッチでねいい服を見つけたんですけど、ひよって買えなかったっていうね。なので今回一つハイブランドなんかね買おうかなとは思うんですけど、またひよるかもしれない。とりあえずねグッチ行ってみます。はい、ありました。こちらがグッチです。めっちゃ並んでる、すっごい行列ができてる。さすがですね、王者ブランド。ちょっと並んで見ていきたいと思います。ということで皆さん、私人生初のグッチ買っちゃいました。ですね、俺が前来て欲しかったものが見た時になかったんですよ。でやっぱさすがに売り切れてるかと思ったら、店員さんに聞いたところ、それ在庫1点ありますということで出してもらったんですよ。そしてなんと買うことができました。サイズもぴったりでした。こちらお値段1着10万円でございます。いや、服でかけたの人生最高額かもしれないですね。でもね、かなり惚れ込んでるものなんでね、もうボロ綺麗になるまで着たいと思います。雑巾になるまで着たいと思います。こちらね、早速家に帰って開封したいと思います。そしてですね、皆さんにも最後プレゼントがございます。もう僕のグッチだけじゃなくて、みんなにもプレゼント用意しております。ぜひ最後までお見逃しなく。それでは家に戻って開封いたしましょう。ということで旅から帰ってきました。疲れた。いやでもね、かなりリフレッシュできて、いろんなとこもありましたね。まあ1泊2日でね、結構行動的に動けたかなと思います。さあ、それでは最後にですね、こちらのグッチ開封して、さらに皆さんにもいいプレゼントして旅を締めくくりたいと思います。それでは早速開封しましょうか。まあブルゾンっていうのかな、デニムっぽい感じのねブルゾンなんですけど、こちらです。じゃんじゃじゃん、すごい。クリーニング行ってきたみたいに入ってます。はい、こちらのブルゾンでございます。これがですね、1着だけ残ってたんですよ。前にいた時も残ってたんで、まあ結構残ってた商品だと思うんですけど、俺はねこれがねいいなと思ったんですよ。これね、一目惚れじゃないんですよ。これさ、一見するとさ、なんかやぼったいじゃん。なんかそんなかっこよくなくない？なんかさ、ちょっとやぼったさがあるじゃん。え、なんか昭和のグッチみたいな、なんかこれ本当にグッチみたいな感じなんじゃん。で、まあだけどね、せっかく行ったんで全部ね、片っ端から着てったんですよ。で、その時にこれが一番ね、いいなと思ったんですよね。意外とだからギャップがあった。初め見た、あれこれ何みたいな感じのと、着てみたら、あ、意外といいじゃんって、そのギャップがあったから惚れちゃった。恋愛と一緒。じゃあ早速着てみましょうか。さあ、それでいきますよ。せーの、よいしょー。ということで、いかがでしょうか。こちらがね、初グッチの、デニムブルゾンみたいなんですね。はい、で結構ね、普通のデニムジャケットだと硬くてでカッチリした印象になるんで、なかなかね日常でね毎日着れるって感じじゃないんですよ。でもね、これだとねブルゾンっぽいんで、気軽にね羽織ることができるんですよ。だからね、秋口とかでもすごくねさっと着て、もうどこでも街に出かけられる。でしかもね、主張がここだけなんで、裏とかにね思いっきりグッチとか入ってるわけじゃないんですよ。入ってないよね。そうだからね、そこまでいやらしくないっていうか、デカデカとグッチってね書かれてるのを着てると目立つじゃん。ただここのねワンポイントだと、見る人が見ればあ、グッチだって分かるけど、まあ普通にね街に溶け込むっていうか、どこにでもね TP を合わせやすいっていうのがありますね。はい、でここの装飾がね、はい、こんな感じになってます。でここはねポケット、
なってますが、面白い、こういうふうにね、上にかぶさってる感じでこう開けるポケットになります。それが2箇所、あとここにポケットが入ってる感じですね。なのでね、グッズだけど気軽にね、羽織ってね、街に出かけられるっていう、それがね、僕のね、決め手のポイントですね。で、しかもね、秋にぴったりだと思いますね。で、やっぱりね、ハイブランドってね、見てて面白いんですよ。特にグッチは洋服に特徴がめっちゃあるんで、見てて派手好きなね、僕としてはね、結構ね、見てるだけで楽しいんですよね。なので、まあこれをね、擦り切れるまで、ボロ切れになるまで着て、そしてこれで出汁を取ってスープにして飲むまでね、使い倒したいと思います。ぜひ皆さん、見飽きたと言わずにこれをね、見届けてください。で、これね、調べたんですけど、お値段ね、正規で買うと約22万円くらいだった気がします。ネットで調べたんですけど、正確な情報ではないんですけど、大体ね、出てるのが22万とかだったんですよ。なので半額ですね。 50% オフぐらいに上がってましたね。はい、まあ正規店でね、買うのはね、かなり高いんで躊躇しちゃうんですけど、やっぱアウトレットとかいいですね。買うんだったらやっぱアウトレットで爆買い企画とかね、やりたいですね。さあ、ただ皆さんにもすごくいいプレゼントあります。グッチを超えるプレゼント用意しております。はい、ということで今回ですね、こちらのオルビスのミスターシリーズ、オルビスミスターウォッシュ、オルビスミスターローション、そしてオルビスミスターモイスチャー、この3つをね、使って旅先でもね、スキンケアしてきたんですけど、こちらですね、じゃじゃーん、この3つがね、1週間分にあったトライアルセットっていうのもございます。旅先とかだとね、やっぱこういうのはでかいんで、これは自宅用で、こっちのね、トライアルセットが旅先に持っていく用としてはね、最適かなと思います。で、しかもね、安いんですよ、これ。トライアルセットに、これにしかもこのポーチ、この2つセットで、なんとお値段980円です。だからお試しとしてはいいですよね。980円で1週間ぐらい試せるんで、こういう風にね、でかいのをまず買う前にどんなものかっていうね、やっぱ男性の方ってそんなにね、お肌にお金かけるって感覚はまだないと思うんですよね。なので初めての人はこういうね、980円とかね、お求めやすいものを最初に購入して、あ、これ使うと全然違うなとか、肌の調子いいわとか、そういうのを実感してから本格的なものを購入する、そういったね、ステップがいいかなと思います。やっぱ試すにはね、1000円以下で買うとね、めっちゃいいと思います。でですね、プレゼントは何かっていうとですね、今回、じゃじゃん、こちらのポーチに私のサインを入れて3名様にプレゼントしたいと思います。いや、これはね、グッチと同等、いや、それ以上の価値がね、もちろんあると思いますよ。なので、ちょっともう実際今ここで書きますね。はい、ここで生サインを書きます。はい、こちらサイン入りのポーチ、ぜひ皆さん欲しいと言ってください。もうぜひ欲しいって、あのコメント欄で一応書いてください。あの、一応ね、欲しいですと文字は打っといてくださいね。で、これが3名様、応募条件はですね、概要欄の方に貼ってあるので、ぜひそちらクリックしてチェックしてみてください。そしてね、旅のお供としてね、このポーチの中にね、トライアルセットとか入れて、いろんなとこ旅に出てみてください。それでは皆さん、今までのね、一人旅シリーズも全部予習復習しといてください。これからバンバン一人旅出ていきたいと思うので、チャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまたね、バイバイ。